皆様本日は、グルメマリアライブに足を運びいただきましてどうもありがとうございます。それでは、時間短くなると思いますけれどもステージを楽しんでいただけたらと思います。夜には不安で
ですね、初の、ぐるみまやのオリジナルライブでは初の、メンバー構成というんでしょうか。いつもはドラムでお願いしてるんですけれども、なんか今日はですね、アコースティックなライブにしたいなということで、オンパカッションイッサ、イッサにパーカッションお願いしました。本当にとっても素敵な素敵な素敵な、本当リズムマンなのでこれね、これなんて、なんていう楽器ですか。レインベーカー、レインベーカー、アマオトですね。はい、もう使わないんで、もう絶対やめて。そして、フリムマヤの、ライブには絶対欠かせない人になりました、オンベース奈良崎秀一、シュウちゃん、シュウちゃん、なんかどうぞ。いいです、まだお約束ですけど、いいです。てか、奈良さん、ひげ剃ったもいいじゃないですか。なんかね、今日ちょっと武将ひげ同士なんですよ。ちょっとイッサも結構、本当すごい、本当なんかちょっともうだな、ね、奈良さんね、ちょっと悪い人になってきたんじゃないですか。ドヤ顔しなきゃ、ドヤ顔。そして、本当に、私のなんて言ったらいいんでしょうね、なんか救世主と言ってもいいと思いますけれども、本当に本間さんと出会って、古見前の歴史が始まったと思います。オンキーボード本間俊之、皆様本当に今日は、お忙しいところ、古見前のですねワンマンライブにお越しいただきまして本当にありがとうございます。この先これは何回となく、続けていけることを大変切に願いますね。はい、ね、今日は、ブラックスワンならぬなんかこう、そうですね、パリーなんかね、そうですね、ブラックスワンまだ見に行ってないんですけど、なんかちょっと本当は違う格好を今日想定してたんですけど、このちょっとカチューシャに出会っちゃって、そしたらなんかもうちょっとバレリーナになるしかないかなと思って、そうですね、はい、バレリーナできました。そして音頭からフルに前でお届けしています、どうぞよろしくお願いします。最近、まやさんの印象もかなりこう毒素をに、ね、飛んできまして、他の追随を許さないこう独自のワールドを築き上げるんですけど、実際ですね、さっきまでちょっと靴下を履いてたんですけどみんなに靴下は履かなくて正解だねという言葉をいただいたんで、よかったなと思ってますけれども、ですね、このフルミマヤのオリジナルライブというのは年に数回開催させていただいてるんですけど、皆様もご存知のように私はいろんな場所で、年間120本ぐらい約、ライブをやらせていただいていて、大体においてカバー曲でライブを構成することが多いんですけれども、私は歌の中では、どの歌も甲乙つけがたいですけれども、やっぱり自分のオリジナルというのを、とっても愛していまして、このオリジナルの世界を皆さんに味わってもらいたいいいんですよね。なんですけど、なかなかその機会に恵まれず、こうして年に数回だけ自分のわがままというかで皆さんに足を運んでいただいてるんですけれども、こんなに開くことは今までなかったんですけれども、約7ヶ月ぶりにオリジナルライブを開くことになりました。その間ですね、いろんなことを考え、いろんな成長をしてきたと思います。今日はなんと新曲も3曲ほどお届けする予定になっていますので、はい、少し成長したフルミマヤをご堪能いただけると思いますので、どうぞ最後まで、ごゆるりと楽しんでいってください。それでは、ここからは少し、ちょっと大人の世界に入っていきたいと思います。2曲続けて、ロンリーハート、あなたと共に生きていく。
今日はですね、なんといつもですね、私本間さんに頼ってばかりで、曲順とか本間さんが流れを作ってくれた方がいいライブになるんですよね。なんですけど、5年本間さんとやり始めて、こう時間が過ぎてですね、ちょっと自分で今年からオリジナルライブぐらい自分でちょっと構成してみようかな、曲順選びから曲選びから曲順から全てこうちょっと自分で流れを作ってみようと思って、今日ちょっと頑張って私なりにこうストーリーを考えて、やってきたんですけども、楽しんでいただけるといいんですがありがとうございますなんかこのリブスというお店を考えて、ちょっと今日古見まやの、曲目の中でも少しこうアップテンポなナンバーだったりとか大人の香りのする曲を、選んできたつもりなんですけれども、ちょっと楽しんでいただけてるといいなと思います。どうですか本間さん、私の曲選び。俺喋っていいの今日どうしようかなちょっといいよちょっといい、はい、じゃあ本人もお許しが出ましたので、頼っていただくというふうに言われると非常にまあ聞こえはいいんですけども、確かにそうかもしれませんが、自分は本当に誰にいたんだか本当に性格のせっかちで、大体前、今6月なので6月の曲順は全部5月中に決めてないとも気が済まないね。本当にでも絶対まあ自分でもなんですけども、団体行動の中にこういうせっかちな人間絶対必要だと思います。はい、そうですね、その引っ張ってってくれる人がいないと。引っ張ってる人はまあかっこいいけどね、はい、なんかね、やっぱりこうのんびりしちゃうんですよね、こうよっこしょって感じで、なんか待ってっていう、ちょっとこのちょっとのんびりしちゃうんで、そういう本間さんと の私はなんていうんですか、コンビネーションはすごいいいなと、バランスがいいなと思っているんですけれども。いやいや、マヤさんっての私たちですからね、マヤさんね、なんとですか、やだ褒め合い、やっぱりまだね、一茶はね、ちょっと間もないんで、なかなかね、入ってこれないんですけどね、はい、今日、まあ、一茶君と初めてやるんですけども、さすがにこの間、マヤさんのところで初リハーサルしたんですが、初対面でなかなか俺も言いたいことはあったんですけども、今日ちょっとこの場で2回目だからいいですよね伊佐さん、ちょっとチワワ似てない、ちょっと犬かわいい顔してる、すごい。でそれで私言われて、本間さんに、ね、伊佐ってさチワワに似てないって言われて、すごく かわいい顔してますよね。考えて確かに似てると思っちゃってかわいいですよね衝動したらいい、チワワなんだけれどもすごく、なんていうんですか、なんていうの、ストロングな演奏って言ったらいいんですか、は分かんないけどなんて言ったらいいのねえ、そう、でも普段はドラムでやってる、まあ、安倍さんというエレドラでやってるんですけど、まあ、パーカッションはパーカッション、当然生の楽器なので、うん、非常にやっぱり、なんだろう、ビートがやっぱ直にこう、そう、うん、気持ちいい、ほんと素晴らしい、こんなに持ち上げといて次の曲は2人がお休みなんですよね。それ分かってやったんでしょ、って分かってやったんだなと思って普通ね、成長しませんね、皆さんもやってそれでは You Are The One という曲を、これはセカンドアルバムからですけれどもお届けしたいと思います。
ました。ありがとうございます。さてと、私のこれでライブの第一章がちょっと終わるんですけれども、いつもライブの最後に必ずやる曲なんですが、ラブバードという曲をお届けします。実はですね、この曲私最初本間さんにいただいたときに、私はこの曲はちょっとアルバムに入れなくていいかなっていう実際本当は思った曲で、なんですけども、曲っていうのはですね、最初にいいなと思った曲は、まあ、最初の頃いいなって思うんですけども、実際あんまりあれって思ってた曲の方が歌い込んでいくうちに、なんていうんですかね、なんか、まあ、出来の悪い子供ほど可愛い、可愛いみたいな感じでですね、このラブバードはもう今では私のライブには欠かせない曲となり、そして私の代名詞的な曲にも、なってきたと思っています。そしてあの皆様も、まあ、人生で最大の揺れを今年3月11日に感じられたと思うんですけれども、私も車の中で一人で、まあ、地震を、体験したんですけれども、本当にその時あの怖くてですね、あの何が起こったのか最初分からなかったんですよね。ただあの私たちのこの思いは全然あの本当に及ばないぐらい、あのとてもあの辛い思いをしている方たちが今たくさんいます。この歌詞の中に、この世界にはきっと明けない夜なんてない、暗くてもという歌詞がございます。この歌詞をあのその皆様に、届けたいという思いでこの歌を最近は歌っています。それでは聴いてください、ラブバード。泣いても、いなくても
2曲ほどお届けしようと思います。本当はね、3曲続けようと思っていた本間さんに、さすがにさ、まやさん知らない曲3曲続けられるの辛いでしょって言われてやってる方も辛いです確かに確かに、はい、あの、歩みと雨宿りしていこうという曲を、あの、まあ、ライブの最初に歌いましたけれども、これはですね、あの、まあ、お友達に書いた歌詞なんですね。で、私歌詞を書くときにやっぱり何かこう自分の中でこう燃え上がるような衝撃がないとなかなかこう動き出せないんですけれども、去年のいつぐらいでしたか、もう1年ぐらい経つのかな、私は昼間ボイストレーナーという仕事もしていて、まあ、教える方というよりも私は生徒さんからたくさんのことを教わっているといった方がいいのかもしれません。そんな生徒さんの一人がですね、レッスンがこう始まって、いつもちょっとした会話から始めるんですけども、まやさんちょっと変なこと言っていいですかって言われて、なんでしょう、ドキッとしてしたんですけども、私生まれてきて一度も良かったって思ったことが実はないんですって言われたんですね。でものすごい衝撃を受けちゃって、私はまあ、生まれてきて良かったって思っている人間なので、そんなことを思っている人がいるんだなと思ったんですね。でただ彼女はそんな見るからにこう不幸そうな、なんていうんですか、顔をいつもしてるわけでもなく、まさかそんなことを考えて日々を過ごしていたなんて、なんかすごく胸がいっぱいになってしまって、でそんな彼女から実はですね、まあ、こうやってボイストレーニングを始めて、私こんな声が出て、実は生まれて初めて生まれてきてよかったと思ったんですっていうことを言ってもらったんですね。もうその時はもう感動なんですけども、今一人、私人を助けることができたのかなっていうことをその時に思いました。なぜなら10年前になりますけれども、私がこの今の声を手に入れるきっかけとなったのが、10年前にアメリカに留学しまして、そこであるボイストレーナーと出会って、今私はこうして歌い続けることができているんですが、そのアメリカに行く前までは今の皆様が想像もつかないぐらい私はものすごいハスキーで声ガラガラだったんですよね。もうほんと限界が来ていて、そんな時にアメリカ行きのお話が来ました。最初は日本もアメリカも変わらないよって思っていたんですけども、私はですね、日本にいてなんかこの人に教わりたいって人が実はいなくて、独学でずっとやってきたんですね。なんですけどアメリカに行ってその先生に会ったとか、この人だって思ってしまって、その時はサマーキャンプだったんですけども、親に無理を言って9月から、留学させてもらったんですけども、本当にその時に私は救われたんですね。その経験がなければおそらく今こうして皆様の前で歌うこともなかったと思っています。でその時にこんな素晴らしい方法を私も日本でもっと広めたいと思ってボイストレーナーになることを、その時に決めたんですね。で本当は10年後今ぐらいから先生を始めようって実は思っていたんですけども、ちょっとした私は病気になりまして歌うことができなくなった期間があって、その時にもう歌うことしかやってこなかったので、ボイストレーナーという仕事を始めました。でそれから、もう6年7年という月日が経って、やっと一人人を救えたのかな、この方法でというか、それでそれもしかもその歌手としての人生を救ったわけじゃなくて、その人のなんて言うんでしょう、人生そのものを輝かせることができたっていうことが私にとってはものすごく幸せで、そんな感謝を込めてこの曲を作りました。そして彼女はとっても悩みやすいタイプで、これから先もきっと不安や苦しみに押しつぶされる日が来るかもしれないんですけども、そんな時はこの曲を聴いてほしいと思って、その未来へのメッセージも込めて、歌詞を作りました。生まれてきてよかったなんて思ったことなかったという長いタイトルですけれども、この曲をお届けしたいと思います。ありがとうございます。生まれてきてよかったなんて思ったことなかった。でも初めて生まれてきてよかったと思えた。
を初めて聞いた時にイッサが生まれてきてよかったなと思ったこと